はい、どうも皆さん、お座敷レッサチャンネルのキットでございます。今回はですね、ご覧の通り、GT6 ではなくて、GT5 の方最強で最後ですね、実況してまいりたいと思います。実はですね、このまあもう皆さん知ってますね、GT5、2014年の5月31日正午をもって、約3年半ですね、オンラインサービスを終了するということでございます。いや、ほんとね、私の GT5 からですね、本格的に何ですか、オンラインの、マナーだったりとかですね、遊び方っていうのをね、学ばさせてもらって、本当思い出に残る一本になりました。まあね、舞台が GT6 になっちゃったんで、仕方ないといえば仕方ないんですけれども、ちょっと寂しい感じがしますね。で、この GT5 なんですけども、実は今、オンラインのファイナルイベントっていうのをね、開催しております。今ちょうどね、画面出てますけれども、これをね、クリアというかね、何でしょうか、要はタイムを出してさえいれば、GT6 ですね、こちらの方に、車両が、何台だったっけな、結構じゃないね、6台だったっけな、もらえるようでございます、確かね。ちょっと忘れちゃった。なんで 6台じゃないか、ちょっと待ってよ、 1,2,3,4 5台かな。もう適当だね、ほんとね。なんで今回はですね、ちょっと舞台を GT5 に移しまして、こちらの方、ファイナルイベント、せっかくなんでね、最初で最後の実況をさせていただこうと思っております。もうなんか2回行っちゃった気がするけど、もう気にしないでいきます。で、最初の一発目、こちらのトップギア、めちゃくちゃ懐かしい、もう GT6 ではなくなってしまったんですけれども、このトップギアをこのマツダロードスターの、チューニングカーで、タイムアタックしてくださいということでした。さあ、ほんじゃね、ちょっとほんと久しぶりなんで、これはね、どうなるか全然わかりません。まあね、ちょっと実はね、2、3周走らせてもらったんですけども、めちゃくちゃ懐かしいですね。このインターフェースだったりとかですね、この音楽、空気、すべてがもう懐かしいですね。もう GT6 ばっかりやってたんでね、もう最後にこの GT5 オンライン堪能したいと思います。じゃあね、早速ドライビングオプション。いいね。これほんと使いやすい、このインターフェースの方が。トラコンを0。で、ABS も0にしていきたいと思います。で、私 G27 の、ハンコンで、クラッチ付きと、あと H パターンで今回やっていきたいと思います。ちょっとね、これで取れなさそうだったら、また、このドライビングオプションで ABS1 だけ入れさせてもらって、で、またタイムアタックさせていただこうと思いますけど、なるべくね、この、環境でやっていきたいと思います。オンジャマ、スタート。いやー、ほんとね。さあね、この見てください、このメーターの、もう数字だったりですね。なんかでかいよね。でかく感じる。数字だったり、このバーだったりですね。非常に懐かしい気がします。さあ、果たしてどういうアタックになるのか。懐かしいですね、このコース。本当にスペシャルイベントのなんだっけ、エボラですごい一生懸命走ってたんですよね。ここはちょっとでもこうアウトにはらんだりぶつかったりしちゃうとすぐにね、アウトになっちゃうね。鬼レースだったりとかですね、なんだっけ、あと軍用車両だったっけな、あんなのでね、やった気がしますね。いや、本当懐かしい。でもやっぱりなんかこうパッとね、こうやって乗れるっていうのがね、やっぱシリーズ通していいのかなと思います。GT5 から物理エンジンが変わっちゃったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけれども、でもいくら6でタイヤと、あとサスペンション、このメーカーが、協力っていうか協賛してるとはいえね、それまでこれなかったんだよね。それでもこのくらい走れるというのがね、本当すごいと思います。あー、やばい、残念。さあ頑張って。これどうすればいいんだ、ゴーストどうやって消せばいいんだ、
放送消し方が分かんない。あ、マジだ。いや、お前行け。もう、おい、ゴーストでどうやって消せばよかったんだっけな。これだっけ？あれ、ちょっと待ってよ。あ、これか、これかな。もう、焦っちゃった。もうグダグダだ。せっかくシルバー取ったのに。あ、いや、いるね。さあ、ゴーストはどうやって消せばよかったっけな。さあ、ちょっとね、ゴーストを消すのに手こずって、全然消えてないけどね。まあいいや、もう気にせず行っちゃおう。このまま行っちゃおう。行っちゃおう。あー、ダメだ。もう忘れてるな、走らせ方を。次でゴールド行きたいな。危ない、ここ出ちゃうとねダメなんですよ。あー、ここでちょっとしくってるんだな。わ、早い。マジですか。さあ、俺に勝て、己に勝つっていうのもね、本当この GT5 で教えてもらったな。諦めないっていうのですね。よっしゃ、いけ。ちょっと並んでるのかな今。立ち上がり速度が全然違う。全然わかんねえ。どうだ。あれだ、全然わかんねえぞ。よし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 、オーライオーライ。さあ、このまま行っちゃおう。ダメですか。ダメですか。もう一周いっちゃおうかな。まだいけそうだぞ、もう一周いったら。いいんじゃない。ああ、来た。怖い。俺が迫ってくる。危ねえ。ダメじゃないですか。面白いな。まあ、オンライン停止終わっちゃいますけれども、全然ね、ゲームとしてはすごく楽しめると思います。まだまだなんで、この機会にですね、GT5 もう一回押し入れから引っ張り出したりとかですね、まあ、あとこうってね、実際に走って、あー、やばい、あー、残念。残念でした。あらららららら。まあ、もうグダグダ。あー、そう、もう一回出してやってみるというのもまた面白いのかもしれません。さあ、ではこれじゃね、尺なんで、パドルシフトを使ってじゃあタイムアタックしていこうかな。いや、面白いな、本当面白い。ちなみに私このアカウントで GT5、初めてやっております。さあ、じゃあね、先ほど言ったようにエビウス1だけ入れさせていただいて、もう1回アタックさせていただこうかなと思います。まあ、大体ね、ABS 入れてパドルでやるとどれくらいだろう、1秒近くは短縮していくんですよね。よし、おお、いいじゃん。全然違いますね、やっぱり。
いやー楽しい。違うねやっぱ。いいねいいね、気持ちがいいなやっぱり。このパドルでやってるの、やらないのってやるのってじゃ。危ない危なー忘れてるな。このコース本当ね、ドリフトの練習とかすごくいいコースだったんですけどね、なんでなくなっちゃったんだろう。もったいないな。すごく面白いんだけどなこのコース。怖っ、なんか差が縮まってる気がするけど気のせいかな。気のせいではないな。よっしゃ、まあまあなんとかね、ゴールド取ることができました。ではですね、次回は、もう一個の方をやらせていただこうかなと思います。ニュルですね、ニュルの GTR でまたタイムアタックしていきたいと思いますので、よろしかったらご覧ください。では皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。では、良い GT ライフをお送りください。